ガイストレブナント、クソザコモブな俺は、相棒の精霊を美少女に進化させて最強に、をレビューします。原作者名である、三本、を全く聞いたことがなかったので検索をしてみたところ、なんか5本くらい書籍が出ていて笑っちゃうんすよね。全部聞いたことがなかった上に、相変わらずカドが他社の書籍の表紙をパクったレイアウトにしていたりもして、ナロー系出版社界隈の闇を感じるんでしたよね。まあなんか全体的に評価は悪くないみたい。実際本作も一応は見どころはありますしね。いかんせんクソナロー系界隈においては、過去のクソナロー系作家たちが複数種類の書籍を量産してクソを撒き散らした実績があり、作品数が多いというだけで買う前から地雷判定をしてしまうところがあり、そのあたりは大量に出版して金を稼ぐスタイルであるクソナロー界隈が蓄積した業といったところでしょうか。それでは裏筋から、ぐへへ、俺も明日からあのアレイスターの学生か、今頃は前の学校のみんなも、超有名学校に進学することとなった俺のことを噂してるのかな。アレイスターといえば、入学する前からファンサイトが作られている人間もいるとか、邪険エゴさしましょうねー。ははうわ、俺の名前で検索をしたら謎のゲームの攻略サイトが出てきたぞ。しかも俺の名前も載っているぞ。国立アレイスター学園において、俺と同姓同名の奴は学園中で最弱の雑魚の分際でしょっちゅう話に絡んでくるとかいう、くっそ鬱陶しいくせに一応はボスの扱いをされている奴だということだったぞ。ハーカッス、俺が有名学校に入学をするっていうことで嫌がらせで作ったんだな、間違いない。そもそもなんだよこのガイストレブナントってゲームは、知らねえよ、っていうかねえよ。そもそも俺は1万人に1人しか発言しない精霊こと、ガイスト、の使役者なんだが、そんな俺が雑魚なわけねえだろ。っていうか俺のガイストの名前は、グリーンオーガ、であって、攻略サイトに載っている、ゴブミ、ではないんだが、なあそうだよなグリーンオーガ、違う、ゴブミ、あっくーん。あれ、この攻略サイトってもしかして、翌日、入学した彼のクラスは攻略サイト通りに1の2になっていました。しかも攻略サイトに載っているヒロイン、や、ラスボス、と同じ名前の人間も、入学式にて見かけ、この世界がゲームの世界であることを認識したのだった。彼は1万人に1人の選ばれた人間であったことから自分こそが主人公、と言えるような、希少な人間であると思っていたのだが、実際は主人公、は他の人間であって、自分はただのクソ雑魚モブでしかないという事実を突きつけられたのだった。そもそもメインキャラ連中は見た目からしてキャラデザが違うしな。なんかすっげえキラキラしてるぞ。さらに刺激するガイストも激烈にキラキラしているぞ。それに比べると自分のゴブミは、くっそしょぼいし、その姿にはクラスメイトたちも嘲笑をしてしまうのだった。なお教師も嘲笑するぞ。この時点でこのクラスで最弱は彼であるというレッテルを貼られてしまったのだった。ちなみにゲーム世界なのでガイストのパラメーターはスマホアプリにて数値化でき、名実ともにゴブミがクラスで最弱であることが証明されてしまったのだった。クラスのみんなは自分とゴブミを見下し大爆笑をしてきたので、そのままクラスを飛び出して帰宅後、最弱のガイストであるゴブミと話し自分を見下して嘲笑をしてきた、クラスの連中を見返してやる決意を固めたのだった、という話ですね。非常にいいですね。基本的にナローにおいて別にゲーム世界でもないのに、明確に数値化されたステータスがごく普通に概念として入っていることは、ああこの作者何も考えてねえんだなっていう見下し嘲笑を生むようなクソ要素ですが、本作の場合はちゃんとゲーム世界での話なので世界にステータスという概念があるということを、話の中でごく自然に導入して説得力を持たせていますね。また本作のモブ、つまり本作の主人公はその1万人に1人しかいない素質の持ち主であるということから、自分こそが主人公になり得る存在だと考えていたところをただのモブであると自覚してしまい、それをもってショックを受けるという流れも非常にいいですね。ゲーム世界のモブ云々は、クソナロー系における定番であるわけですが、大体の場合はそのモブ要素は形だけで、いやー俺ってモブだからなー、主要キャラには絡めないなー、チラッチラしていて、結局はメインキャラの方が特に理由もなくモブに寄っていてあれれおかしいぞー、するという、
モブであることを一切活かしていないどころか必要性すらないモブごっこがほとんどですが、本作の場合はモブであることから自身を打ち砕かれるというプロセスを挟んでいるため、ストーリーの上でもモブである必要性がちゃんと存在していると言えますね。ゲーム世界のモブ主人公となるとクソな老的には転生などがほとんどでもあり、そういう視点から見るとゲーム世界の人間が自分がゲーム世界の人間であると気がつくのは、発想としての新しさも含んでいますね。モブ転生とかはひどいのとかになるとそれはもう、ゲロ吐くってレベルじゃないですからね。じゃあゲームの悪役霊嬢の取り巻きモブに転生しましたわ。それじゃあ貴族を辞めて町のカフェで働きます。あらあらなぜか王族の方々がいらっしゃいましたわ。そんなー、ヒロインがすぐそこにいらっしゃいますのにモブの私をお選びになりますの。おろろ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 とかですからね。モブである必要性もないし貴族である必要性もないダブルコンボやぞ。それと比べるとモブであることにショックを受けてなんやかんやするっていうのは、ちゃんとモブである主人公が自分を変えるきっかけとしてモブ設定を活かしているわけなので、作品としては非常に優れていると言えますね。まあ自分がゲーム世界の人間であるという自覚は、本当に順当に考えるならぶっちゃけ世界に絶望して自殺してもおかしくないですけれどもね。一応ステラリスってゲームでそういう話がありますし。自分たちがステラリスの中の演算上の存在だという、証拠を掴んでしまった文明が集団自殺をしたっていう話ですね。そうならないのはまあ、良くも悪くも気がついたのが小市民である彼だけであるということに対する、象徴めいたところがありますね。人類全体が気がついたわけではなく、真のモブである彼一人だけっていう、最小のコミュニティだけでの話だということですね。さてこのガイストレブナントというゲームであるが、本編の開始は主人公が転校してくる5ヶ月後で、それまでになんとか強くなっておかないとマジでただのモブとして処されることが確定しているので、攻略サイトを活用しながら今後の計画を立てるぞ。攻略サイトにはそれぞれのガイストの、最終パラメーターや進化先が記載されており、またレベル上げ用のダンジョンの攻略法なども、同じく記載されていたのだ。そしてレベルアップのためのダンジョンは学園での実習という形で、潜ることができるのだ。だがここでクラス担任が彼を見下しつつ無理筋を押し付けてくるぞ。このダンジョンはまともなガイストなら楽勝なんですけど、君は昨日勝手に帰りやがったので、ソロで潜ることを課すぞ。できないかできないだろう、落ちこぼれ野郎だもんな、あげはは。最近のゲームにあるまじき教師のモラルの低さやぞ。発言的にワンチャン炎上しそう。というわけで彼だけグループではなくソロ潜りとなったのだ。これは好都合であると、スニーク移動をしつつ攻略サイトに記載された部屋まで行くぞ。一見何もないこの部屋には、ゲームの2周目限定要素である隠しダンジョンへの入り口があるという情報があったのだが、なんとこれは実際にあったのだ、あるんだ。本人曰くこの世界は現実なので、2周目とかは存在しないから最初から入れるということらしいぞ。せやろか。普通に世界自体が2周目に入ってる可能性もあるんじゃない。無限ループって怖くね。というわけで早速やってきたのだ。その前になんか女二人と絡んだ気もするがカットするぞ。なんか恋姫感をガイストにしている女とかいたけど多分気のせいだしどうでもいいな。さて2周目ダンジョンであるが、やり込みダンジョンであるので雑魚敵のレベルが80を超えており、ひたすらスニーク移動をして宝箱の場所まで行くぞ。宝箱の中身は、ステータス永続上昇アイテムだ。うわぁクソな老風味が上昇してきたなり。ちなみに本来は一つしか取れないこのステータス上昇アイテムであるが、なんとこのゲームにはバグがあるのだ。それは宝箱出現判定の床を踏んだ状態のまま、ダンジョンから出ると、その宝箱は開けられていない判定となるため、もう一度アイテムを入手できるのだ。リアルだから2周目要素が最初からあるとは何だったのか。この辺はちょっとゲーム世界とリアル世界設定が混在していますね。さてダンジョンから出て家に帰ったところモブを嘲笑した上にダンジョンにソロ特攻させた担任教師が、生徒会長の告げ口によって彼の母親に謝罪させられていました。やっぱり炎上してて草、なお最終的に謹慎処分になったそうです。
これでもう今年のボーナスを受け取れないねえ。その後なんか知らんけどモブに好感度セックスとかした生徒会長当然女に酔いしょされつつ、第一巻が終わりましたね。おろろ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 とはなるけどまあ他のに比べるとマシかな。なんかやたらと露骨に女どもがモブの男に絡むけど、ぶっちゃけただひたすらにパラメーターを上げ続けるだけの経過報告みたいなものを見せられても困るし、キャラと絡ませながらストーリーらしきものを入れ込むのはまあ悪くはないですかね。パラメーターを上げるだけの話を読むならミキナズナでいいしな。ちゃんと強くなる以外にも話を挟もうとする意思が垣間見えるのは、その内容は別として、作品に対する姿勢としてはいいと思いますね。問題はそのエピソードが面白くないことですが、いかんせんこう、説得力がね。主人公であるモブのゲーム世界自覚からの動機づけの面では、ちゃんと話の流れに設定を組み込んでいて悪くはないのに、女がモブに絡みに行く関連では、本当に唐突に絡みに来るので、説得力が相対的にくっそ低いんですよね。生徒会長を絡ませに行くのであれば、隠しダンジョンに突入する前にやるのではなく、隠しダンジョンに何回もアタックした結果夕方になって、それを生徒会長が目撃して、この時間までダンジョンに潜るのは校則違反ですよとか言わせた方がいいですね。こうすれば生徒会長からすると特に興味もない男が校則違反をしているから注意をする話になり、現在のなんか知らない男がその辺を歩いているから話しかけるという不自然さはなくなりますね。せっかく最初の設定で唐突感をなくしているのだから、後の話でもちゃんと気を使って、唐突感をなくすべきですね。話の唐突感の面でも、統一性の面でも、両方でね、総評ですが、クソではないのだがなんか爪が甘い作品、ですね。自分がモブであることを自覚して悔しいなどの話はすごくちゃんとしているのですが、女キャラをモブであるはずの男に絡ませるときには全くちゃんとしていないというミスマッチが、かなり気になりますね。一巻では二人の女がモブに話しかけに行くのですが、その両方で、全く前振りとかがないので、回数の面でも唐突さが目立ってしまっていますね。最後に漫画家ですが、うまい、のかな？平均的な絵なのに独特な絵という、二律背反みたいなことをしていて判断がつきませんね。でもまあ女の子は可愛いからいいかな。それでは今回レビューしました作品、ガイストレブナント。クソザコモブな俺は、相棒の精霊を美少女に進化させて最強に、多分最近のナロー作家だと一番マシなので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。